Hey Tube, welcome to my channel. 皆さんこんにちは、柳瀬アビーです。今ですね、作ってる機体がねあるんですけど、まだね完成までに、ちょっと時間がかかりそうなんで、息抜きに超久しぶりに積みプラを消化していきたいと思います。そんでもってね、今日、消化していくのはこちら。はい、生まれました。はい、ガンダムアストレアタイプF です、ガンダム 00F っていう漫画にね出てくる機体です。今日はねこちらを、消化していきたいと思います。それではやっていきましょう。このアストレアってガンダムによくある公式外伝の機体で、エキシアのプロトタイプってやつです。ただあるあるなんですが、本編にはね姿はもちろん名前すら登場しないんですよね。エクシアより15年も前に製造された機体なんですけど、パーツ交換などして本編の裏側でずっと戦っていて、スペック的には第3世代のガンダムと同等くらいみたいです。一応00の続編ってやることになってるじゃないですか。続編の舞台になる時代のソレスタルビーイングって、支援者が殺されてしまって財政難に陥ってしまい、残された機体でね細々とやりくりするんですけど、その残された機体っていうのがこちら、サバーニャ、ハルート、こちらは第4世代でオリジナルの GN ドライブ、デュナメス、エクシア、この2機は第3世代の機体で GN コンデンサーで、敵勢力っていうのが反イノベーターの旧人類で、少なくともガデラーザ2機以上保有。しかもこの時代の主力の量産機ってジンクス4でガンダムと同等のスペックなんですよ。大丈夫か、ソレスタルなんたら。でも正確には残されてる機体ってまだあるんですよね。まず、ケルディムガンダムサーガ、これ無傷で残ってます。あとはガガ系のプロトタイプガルムガンダム E、 これに至ってはエルスと同化していて、おそらくチート級に強いと思う。そしてこのアストレアタイプ F2、これも無傷で保存されています。結構あるやんけって思いません？これらの機体を運用しているのがソレスタルビーイングの別動隊フェレシテなんですが、マイスターは一人しかいないし、ガルムガンダムだけでこと足りる感じがねするんだよね。じゃあ他の2体ソレスタルビーイングに回せよって思うんだけど、一度外伝で回収された機体は本編には二度と戻れないっていうガンダムのね鉄の掟があるので、多分ねかすりもしないと思います。他にもラファエルガンダムドミニオンズとブラックアストレアを回収したフル装備アストレアが一応ね設定上は存在しています。アストレアってややこしいことに2体あるんだよね。ちなみにこのフォンスパークのアストレアはエルスと同化しています。ドミニオンズは多分外伝あたりでねチラッと出てくると思います。で予想だけど多分リジェネがね乗るんじゃないかな。というわけで設定上はね結構ガンダム残ってるんですけど、ここですごい気になるのがガンダムハルート。映画でねどう見ても爆散してるんだよね。かろうじて GN ドライブは無傷だったのかな。というわけで完成しました。とりあえず最初はタイプ F バージョンにしてあります。なので顔にバイザーをね装備しています。このバイザーってガンダムであることを隠すためにしてるんですけど、ガンダム隠せてないよね。これって結構ね前に発売されたやつだし、無印の100分の1のキットってこうもっと雑な作りになってんのかなって思ってたんですが、普通にねかっこいいよこれ。ただちょっとね気になるのが首が短いかなって。説明書のイラストと同じようなスタイルにしたいなら、1.5 ミリぐらい延長したいとこですね。あと腕がね離れすぎている気がしますね。幅詰めできるならした方がねかっこいいと思います。あとはスタイルはね言うことなし、これは制作意欲が出るキットじゃないかなと思います。
もちろんスライドギミックや腰部の可動はねないんですけど、手足の可動はいいです。ただ胴体は一切可動がありません。私の場合ね、完成後のこの写真撮影でポージングをね重視しているので、肩が上に上がらないっていうのは結構致命的なんですよね。アストレアの GN ドライブはコーン型じゃなくて3スラスター型になっています。あとね、タイプ F は手足にエクシアみたいに GN コンデンサーがねないんですよ。なんかそこがプロトタイプって感じがしていいですよね。まあ、そもそもね、カラーリングが赤いってだけでもかっこいいわ。というわけで、せっかくなのでね、タイプ F2 に組み替えたいと思います。ただ頭をね一回分解させないとダメだから、正直めんどい仕様です。というわけで、エクシアね、予備パーツを使って第3世代のスペックに近づけた姿がこちらです。作るなら、まあ、このタイプ F2 がいいかな。頭のこのアンテナ、なんかね、これが重要みたいです。あとは手足の GN コンデンサー、武装はこちら。 GN ソードはプロトタイプなので、エキシアみたいにビームライフ機能はついていないので、別に、ね、ビームライフルがついています。あとバーチェルバズーカの小型版みたいな GN ランチャーっていうのがね、肩に取り付けることができます。そしてビームサーベルが2本後ろにマウントしてあります。そして気になるね、お値段の方なんですが、定価の方は2600円くらいです。このクオリティで2600円ならもう一個欲しいって思うんですけど、ネットではね倍以上の値がついています。店頭で見つけて定価で買えたならラッキーって感じですね。バンダイさんにもね、いろいろ事情はあるだろうけど、ガンプラって主力商品だと思うんですよ。消費者としては、まあ、常にネット市場のね調査して、転売屋がまあ値段をね釣り上がらないように、まあ生産量調節してほしいってまあ思っちゃいますよね。プレ版商品が値が上がるのはまあ100歩譲って仕方ないだろうと思うんだけど、一般商品が倍以上ってまあちょっとね手が出せないし、ちょっとやりきれないかな。アストレアはメタルビルド化するくらい人気あるんだから、もうちょっと生産量上げてくれてもいいと思う。さすがにね倍にまでさせちゃダメ。はい、というわけでね、今回はガンダムアストレアタイプ F をちょっとね組んでみたんですけど、実はねこれも買ってあるんですよ。じゃじゃん、はい、 MG のねエキシア、うん、持ってるのにね、リペアできるやつ持ってるんだけど、これもね買ってあるんですよ。で、なんでこれ買ったかっていうと、ちょっといつになるかね、まだ決めてはいないんですけど、いつかアストレアをね作ろうって思ってて、でそのアストレアとこの MG をちょっと簡単ミキシングできないかなと思ったんで、ちょっとまあ次回っていうか近々これは実際組んでみて、まあ、できるかどうかちょっと確認してみようかなと思っています。はい、というわけで本日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは、See you next time. Bye!